ロッケ、あ、LED 緑、オッケー、4個貯めた。さあ、何しかバッチリ物にできました。うわ、終わった。え、前の絆2やん、今のお前やったらって言われました。いや、まあ、確かに。レインボーって言葉、 A チーム当選ね。ということで79ゲーム、これ6回目。さあ、エリディ白、はい、ということでエリディ当選。さあ、総投資が今42本。さあ、初当たり6回目かな。さあ、そろそろ、さあ、1回だけね、1000枚オーバーの出玉取れましたけど、それ以外はもう鳴かず飛ばずなんで、やっぱこのじわ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 追加投資ずっとしてるのもしんどい。恋広告、あー違う。さあ、25%、いやー残念。さあ、弱地引いただけ、うわ、お願い滑り込み、違う、チェリーオア巻物、弱チェリー。さあ、お願い、とりあえずど真ん中黄色、うわ違う、強チェリー、おお、ちやっためちゃめちゃ嬉しいやん、やった、よかった。いやー、巻物1回だけ。さあ、とりあえず真ん中に、真ん中ボーナス柄、チャンス目、チャン、でもこの分じゃないな、うん、普通に継続、うん、3セット393枚何かが起こる予感がします。いやー、いやーとかって言ってる間に閉店迎えそうやな、ほんまに。うわ、必殺指見たな、法則忘れた。103ゲーム強チェリー。さあ、そのまま8点、105ゲーム。うわー、いいね、108ゲーム、駿府城。さあ、駿府城なので当たり濃厚かつ AT も濃厚。さあ、106ゲーム8点、108ゲーム、これが1回目の BC。 さあ、持ちメダルで当たっております。さあ、7揃い、持ちメダル今200枚ほど。うわ、びっくりした、びっくりした。で、7回目の初当たり、もしかしたらね、これもうテーブルいい示唆出てて、チャンス目2回ぐらい引いたような気もするから、 D まで上がったんかもね。ということで、とにかくね、もう何回も言ってますけど、いかに対応薬を引いて BC を引くかなんですけど、なんていうかな、その噛み合ってないはよくあると思うんですけど、そもそもレア子薬引けなさすぎっていうね。恋広告、そうやな、ジャクチェリーやとは思いつつ、あ、ある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 、ナイス。さあ、共通ベル
何パーなんやろ。さらに今日チェリー、これは最終告知に回ってね、何にせよお願い頼む。どっち、いや BC やろ。 OK、さあ総合格、さあ波出し、この2戦目3戦目耐え忍んだら、むすごいざっくりですけど後半優遇されてるタイプの可能性もあるから、ここ BC 引いて耐え時かも。いやー何も引きじゃない、ちょっとお願い、いやチェリー引けず、いやー2セット257枚、出発の準備じゃ、うわー予告26、えこれあれじゃエピソード出てくるんじゃない、今日チェリー引いたよ、すっげーいい入り方すんじゃん。え、じゃあこれ2回目の BC、 さあ何が出てくるかな。いやいいね、この金色のリール、さあ BC 中ストックはできませんでした。さあ頑張ろう。さあということで多分ねこれ恋降格は確定で、もう一個ついてくると思うのよ、そのエピソード恩恵で、おそらくですよ。86、そうよね、オッケーオッケー、あ恋降格じゃない、そう総降格とエニシ。さあということでチェリーとチャンスリプレイね、これ強チェリーじゃない、あーでも陣押しだったわからん、弱チェリーか、今弱チェリーこれ2個分、さあ BC でお願い、うえーマジかよ、うわー2332枚、出発の準備じゃ、運命連鎖行きにくいって何事やねんと思うけどな、え何何何どうした、でも激アツっていきなり出る、全長今んとこなかったよ、フリーズとか意識していい、あそうですよね、まあとはいえ謎当たり、しばらく何もレア子役引いてないから、まあ、間違って降格の可能性はあるやろうけど超降格ってことはないと思うねんな、ってなると同色でしょ。さあ LED 緑、おお何が起こったか分からなかった、ありがとうございます。さあ本日2回目のエピソード、なんで俺こんなに負けてんやろうっていう挙動はしてるよね、一応今追加投資してないんで変わらず42本で持ちメダル今300枚。さあというわけで恋降格付きですね、これが9回目10回目かな、いまだにまともに伸びたのは1回だけ、さあ頼む頼むじゃないね、俺やなんとかしなあかんのは、66恋降格と江西降格、うわー違う、え合ってる、あ合ってた、あよかったすり抜けたかと思った、いいね、
青3つある。いいね。ナビなし。シナリオやばいんちゃいますよ。いいかもね。赤赤ってなんやろ。下にはガセらないでしょこれ。下にはガセらない、ね、だからもう80か100よ今ことでしょこれ、うん、あるよ勝負の子来た、ね、一瞬調べようかな、ね、一回調べたほうがいい。もうこの時点での時点ありますよ。二角みたいなことあるよね。あるあるある。激闘か無限か超混沌でたまたま88で引っ張ってきたか。あそういうのがあるんですね。混沌っていうのもあるじゃないですか。この F っていうのが25から80ランダムみたいなやつやからさ。なるほど。でもだから現実的に考えたら激闘の可能性一番高いもんな多分。あ一角ど真ん中緑強チェリーナイス。青か。でもナシカこの次の総人ちょっと気になるね。さあ大事。次赤なら激闘、ほぼ激闘やと思う。黄色でも激闘やと思うけど混沌らしきシナリオはもう謎なんでよく分かりません。さあまあ何も考えずにこの広角しっかりずっと生かしていこう。さあ広角はそう、あーまあ微妙。さあナイスー。気持ち気持ち。面白いや。さあ生かしております。 LED 緑、あ緑はいいんじゃない。さあそしてストック資産も出ましたと。あーいいね2つついた。恋降格、NC降格。あーいいね激アツ。なんか強チェリーの効果かなんかで同色 BC に昇格しておぼろとかない。対立合格。いい感じにちょうど引いてないよしばらく。あこれは激闘ちゃうさすがに。まあこれシナリオ管理なんですけど多分激闘っていうシナリオ選ばれてて多分ずっと 80% なのでエンディングいく大チャンス。まだストック使うには早い。滑り込め。6戦目、さあ降格、降格遅れ。ダメ。いやでもまあ4-6よりはまだマシやから。よし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 。さあとりあえず継続は濃厚。これようやくチャンリプで当たったんじゃない。これ BC 当選してたらちょっとでかいぞ。お願い。はい、よし。 ただ多分何気に初めて対応してない巻物で当たったのが初めて。さあ持ちメダルは1000枚超えた。さあ7戦目。よし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 。降格戻ってきた。さあチャンスリプレイ。さあチャンスリプレイで当たってるか。継続するのは分かってんのよ。 BC かどうかが大事。お願い。
とにかくここで広角出てきてというお願いと、この次に BGM 変わっといてというお願い、変わってない。いやー微妙だ。やべえ、何もない。いやマジか、ちょー最悪や。8111枚、やらかした。最悪や。あ、当たった。30ゲームザビーシード戦、おそらくこれ店長は7回目のビーシーということで、原付でいきます。さあ LED は白。 OKOKOK ということで10回目のビーシー、相当ハマった。ビーシー間で750ぐらいかな。持ちメダルが今だいたい400枚、年変わらず42本。おお、びっくりした走の時中の BC LED 青、広角は ANC。 BC 引けず、はい、3セット454枚。107ゲーム、これが1回目の BC。 さあどうしよう、 LED 緑か。さあどうだ、チャンスアップはない。 OK、ということで1回目の BC からエティ倒せです。持ちメダル700枚、第2次降格。うわーナイス、めっちゃ演出良かったけど。さあ LED は青。さあ2戦目、おどうした、何も引いてないぞ。リプレイでちょっと煽られたけども、さあ恋降格、エリシ降格。いやー、いやー引けず、3セット367枚。さあ持ちメダルはギリギリ1000枚超えたところ。おおどうした、すごい。172ゲーム、175ゲーム発展。おお7揃ったっていうことは AT まで。さあ追加投資したんで今43。さあ LED 緑、おお
さあ、おぼろカットインからの、ただ今日ほぼ単発食らってないからな。いや、ここに来てか。単発130枚。はい、ということで、バジリスクタイム終了後1回だけ BC 引いて、次回のモードも終わりそうなんで、ここで実戦終了したいと思います。ナイスセンス。本日の結果5万円内になりました。はい、ということで本日バジリスクキズナテンゼブラックエディション打ち切りましたけども、果たしてブラックエディションだったんでしょうか。はい、ということでですね、祝宴、前々からの恨み、古くからの恨み、はい、という意味らしいので、今日もねしっかり僕の方では募らせていただきましたんで、はい、この祝宴がいつ晴れるのかというところで、次回期待していただきたいと思います。本日負けてしまいましたので、次回からも10連勝を目指してもう一度全力で頑張ります。ぜーんぜーん。収支管理アプリ Tマネー登場。 Tマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録しないと10万負けるぜ。